So let us just invite next keynote speaker, Professor Tadanori Nagasaka, professor of design of markets and president of Musashi No University, who will give us some interesting insight in his presentation. He co-founded Design Analysis International Limited in London and is senior fellow of the Royal College of Art. And he will speak about toward the creative leadership. Please welcome to the stage, Professor Nagasaka. はい、ただいまご紹介いただきました武蔵野美術大学の長澤忠則です、私の大学にとっても非常にタイムリーなテーマのシンポジウムに登壇させていただき、感謝しています、限られた時間ですが、私からは、クリエイティブリーダーシップへと題してお話をさせていただきます。さて本日ご登壇の大学の中で私ども武蔵野美術大学大学だけが私立の大学であろうかと思います、私立大学、私立大学というのは、国からの助成金はほとんどないに等しいくらい少なくて、主に学生が納入する学費収入で、存立しているわけです。でそのためには一定のボリュームの学部学生を抱える必要があります。大学における研究型の教育というのはその上に上積みした構成になっていまして、国公立大学の構造とは少し違うと思います。でもちろん学費収入による自己財源で教育研究活動を行うという自在性はあるわけですけれども、最近になりますと私学の、私立の大学の自在性にもいろいろ上の方から注文がつけられるようになってきています。これから私がお話しさせていただきます内容は同じデザイン教育機関の、立場ではあっても存立基盤の違いは非常に大きいと思います。私は大学は研究の場ではありますけれども、教育か研究かと問われれば私立の美術大学としては学費収入のために学部学生のための教育最重視というのが現状であろうと思います。学科に所属する専任教員のほとんどはアーティストあるいはデザイナーとしてプロとして活躍するしていらっしゃる方々でありまして、大学で専門教育を担っていただいていますけれども、同時に作家活動や自ら経営するデザイン研究所会社などの、実務活動がいわゆる研究活動でもあるような状態だろうと思います。アカデミックに学会で研究発表するというよりは実社会でプロとして活動されている状態にあると言ってよいと思います。その点では国公立大学の先生方とは少しあり方が違うかもしれません。また700名ほどの非常勤講師の方々に、専門教育の教育を担っていただいていますが、その方々もアートやデザインの実務者として、社会で活躍されている方々です。さて、昨今我が国の多くの私立大学が定員割れなど非常に苦しい状況であることはすでにご存知のことだと思います。2018年問題と言われます18歳人口の減少は、この先改善されて上向くことはないことは明らかです。2031年には100万人を割り込み、20年先を見据えれば現在の36万人の減少が予定されています。そしてこの間にも出生率が奇跡的な回復を遂げない限りさらに減少し続けることは明らかです。私立大学に限らず大学はなるべく多くの志願者を集めて競争率を高め、優秀な学生を選択して、留学生の一定の水準の奨学力能力を持ったレベルを保つことが教育の質を維持していくためにも重要です。でしかし美術デザイン系大学の志願者は18歳人口の減少率を上回る減少傾向にあります。例えば唯一の国立芸術大学で、東京の都心にありまして学費も安くブランド力もある東京芸術大学は10年前と比較すると、志願者が 40% も減少しています。一方で続々と新設されたデザイン理工系学部の志願者は増え続けています。東京芸術大学の件から考えてもこれまで考えられていた
美術予備校で実技訓練をしてから美大を受験する層というのは、減少しているということです。デザインを学ぼうとする、志願者は決して減少しているわけではありません。むしろ増加している。ただそのための実技訓練という分において、経営されているという状況があります。私はデザイン教育の質保障については美術系大学のデザイン教育と工学系デザイン教育との違いについて留学試験のあり方と留学してきた学生の資質を踏まえた相関関係の視点でしっかりと検証をしていく必要があると思います。留学試験の改革も2020年度からは新しい制度になりますけれども、文系理系という高等学校における従来の進学指導的な分類以外の進路についての理解をどう克服するかということも大きな問題であろうかと思います。私立の美術大学の立場で言えば、デザイン教育の質保障の課題は留学者選抜のプロセスからも大きな影響を受けており、留学生に対する初年次教育などを含めて教育力の質的転換も重要課題になってきているわけです。高校で情報が必修科目に加えられて久しいわけですけれども、すでにデザインはコンピューターがツールとなり、さまざまなデジタル技術やデジタルメディアを扱うことが主流です。美術大学というだけで従来からの文系か芸術系に分類されるために、理系あるいは理工系の志願者に敬遠される傾向もあります。また小中高等学校における、図工とか美術の時間数も減少しまして、少子化の影響も合わせて総じて美大志願者は減少の一途をたどることになります。まして国公立大学に比べて高額な学費が必要な私立の美術大学は保護者からも大分の教育成果が期待されるわけです。その教育成果は卒業後の進路、つまり就職や、進学留学などの動向となって評価されます。また卒業生の活躍も評価につながります。大学がこぞってブランディングに執着するのはその評価が志願者数に反映されるからであろうと思います。ではブランド価値はそのままデザイン教育の質かということであります。長い年月を経て確立された大学の評判というのは輩出した人材の活躍の賜物でもあり、また社会的な優位性のメッセージとも絡んでいきます。もちろん教育現場の活性化した取り組みやメディア露出の頻度などがそれを左右することは言うまでもありません。考えなければならないことは、先ほど先生のお話にもありました、私たちが育てる人材の活躍の場のありようです。私たちが取り組むデザイン教育を取り巻く環境、現代社会におけるビジネスや社会の変容をどのように捉え、そして時代を担う人材育成を教育プログラム化できるかということです。実社会における職業分野であるデザインは高度な技術革新によって大きく変貌し、すでに理工学系の知識や技量が優位になってきています。もはや従来型の美術系デザイン実技教育では対応しきれないほど高度化する情報通信技術革新はもちろんのこと、経済のグローバル化がビジネスの在り方を変え、そして世界にも稀な少子高齢社会が現実の大問題になっている日本にも大きな変化を強いています。私はもう64歳になりますけれども、工業化社会の秋から情報化社会に移行する数十年間にデザイン教育を受けた私が、いくらその後デザインビジネスの現場で国際的にも活動して自分の実体験としてデザインの学びを深めたと自負したとしても、おそらくこれから時代を担う若い世代の時代感覚のリテラシーは共有できないのではないかと思っています。いつの時代もそうであったとは思いますけれども、私のような大学人としては高齢の教員の多くが知見を得た学生時代は、今のような高度な情報通信文明社会ではなく情報社会到来の黎明期でした。教えられた技術と知見は工業化社会のそれであったとも言えるでしょう。文明という舞台を実現してきた価値観自体が大きく変貌したわけです。私の経験で言えば1960年代の末、同じ時期に武蔵野美術大学造形学部にドイツウルム造形大学の教育理念とプログラムを踏まえて
基礎デザイン学の確立を標榜して基礎デザイン学科、また現在は先ほどから話がありました九州大学となりましたけれども、デザインを芸術工学という新しいディスプリンとして理念化した九州芸術工科大学が開設されました。当時のデザインという概念に対する我々の問題意識はデザイン概念の革新でありました。まさに工業社会から情報化社会への変遷期にあって、デザイン教育の新しい展開をいかに装置化するか、現実化するかという先見性に支えられたチャレンジなんだと思います。創立から半世紀を経て、これら2つのデザイン教育はやはり美術系大学と美術大学系と、理工系大学系という傾向に落ち着いてきているように思います。私は30年前にインタンジブルイラーという本を書きました。価値の重心がタンジビリティからインタンジビリティに変化することを予見したものです。デザインは美術分野の表現基本的な括りから解放され、より汎用性のある価値創造プロセスへと変わっていくべきだと考えていました。刻々と変わる社会環境における情報技術の革新を体験してきたからです。それでも私は基礎デザイン学を学んだ経緯から、デザインという反技術、何でも活用ができる基本的な技術の有用性を信じていました。情報社会の出現という新しい文明勃興の中で、デザインの概念自体が革新されなければならないと思ったからです。思えば30年前はバブル経済の真っ只中でした。デザインという言葉が期待のキーワードです。インターディスプリナリーな分野横断的で超領域的な新しい専門領域への期待感も盛り上がりを見せました。1989年には、豊かな国民生活の質の向上のため、デザインマインドの普及を意図して、世界デザイン博覧会、世界デザイン会議の開催を軸に、デザインやという国家的規模のキャンペーンが展開されました。当時分かった、私もその準備段階から参画させてもらいましたけれども、実に画期的なことでした。今、日本デザイン振興会と変わりましたけれども、当時の日本産業デザイン振興会、JIDPO、ジャパンインダストリアルデザインプロモーションオーガナイゼーションという組織でしたけれども、それは日本の産業力と、国民生活の質を向上させるために、産業政策としてデザインをいかに活用するか、また、デザインの概念がどうあるべきか、いくつもの研究会が設けられ、我が国のデザイン振興の課題を時間をかけて討議しました。膨大な討議の中では、デザインがアブダクション、つまり仮説ステージであるという位置づけとか、サービスデザインの概念と手法とか、また製造業の高度化については、デザイナーとエンジニアの間には壁もありました。その背景には、高度化する工業技術革新の潮流の中で、デザインの概念が変わっていく予兆があったと思います。最近、さまざまな分野で、デザイン思考という言葉を耳にします。欧米で盛んになったことで日本にも及んだこのブームは、日本においてはこれまでデザインを担ってきた人々からの声というよりは、情報にまつわる工学や産業や地域における新しいサービス開発分野、あるいは経済や経営サイドのからの大きな声であって、私には30年前と変わらない同じ内容の議論が今になって別の分野の人々によって語られ始めた印象があります。時代へのデザイン振興の展開を模索した私たちの熱心な議論は、一世代分の30年間を経てようやく社会的な認知のプロセスを歩み始めたと言っていいと思います。ですから、最近よく語られるデザインの有用性やデザイン思考については、当然のことでしょうけれども、私には何ら新しさは感じられません。私たちはデザインの時代とデザイナーの時代は同じではないことを30年前から必死にやって議論してきました。分かったことは、デザイン教育の革新とデザインの重要性の社会的な理解の広がりは、とっても随分と時間のかかるものだったということかと思います。おそらくデザイン教育に関わってきた私たちは、工学教育としてのデザイン工学教育と、造形美術教育としての造形デザイン教育という2つの大きな思考性の流れの中で、つまり工学という括りと美術造形という括りを
横断的に統合あるいは融合させた新しい括りとして、まあ、自分たちが属するアカデミーというのは新しいデザイン分野の確立にばかり、まあ、熱心になったのではないかと思うんです。先駆的だった芸術工学、まあ、基礎デザイン学というこの半世紀のチャレンジは、まあ、どのように社会的を影響を及ぼしたのかを今検証する必要もあるかと思います。私たちがアカデミックな専門性のしがらみを克服するべく自らの、ディシプリンの創出に没頭している間に新たな産業革命とも言われる高度情報通信社会は加速度的に進化し、それまでアカデミックには距離を置いていたデザインにはしがらみのない理工系を中心とする他の分野がデザインを標榜するようになり台頭してきました。もとよりデザインの専門性は造形表現や芸術分野として、つまり一般的な自然言語リテラシーというよりは造形言語リテラシーを専門とする分野として理解されてきており、まあ限られた少数の専門家が担う特殊な専門分野というふうに認識されていたように思います。今再びデザインが理工学系な技術革新の進化とともに変化する社会価値実現のためのキーワードになっている時代性を考えると、デザインの横断的、分野横断的かつ超領域的でイメージと舞台を伴う姿を社会に実現する思考方法と手法はますます複雑化した、そしてグローバルになった時代の要請だと言えると思います。まあ、それゆえにディスプリンとしての専門性の確立に執着していた従来の左型のデザイン教育は、まあ、時代説の要請から取り残されているのではないかと危惧しているのは私だけではないと思います。大学あるいは大学院におけるデザイン教育と実社会が求めるデザイン人材の能力のギャップが顕在化しているようにも思います。まあ、かつてはデザイン教育によって育てられる人材の創造性というのは産業社会で重宝されました。先進的な発想法とその舞台を伴う提案力は工業化を先に進めるための重要な役割を担い、またその役割に応えることが、その期待に応えることができていました。今で言えばグローバルですが、デザインが先進の欧米諸国のスタイルに敏感であったこともあって、提示する国際感覚への期待もありました。作り出す一つのアイデア、つまり知の金型が製品となって時代を、暮らしを変えていきました。デジタル技術革新が進む現代においては、デザインのツールも変わり、製造プロセスも流通も劇的に変化し、情報社会の広がりはライフスタイル、つまり働き方も暮らし方も激変させ、加えて少子高齢化による縮む日本の社会の行方は社会構造も変え、行政サービスのあり方もこれから変えていきます。そんな状況の中、従来からのデザイン教育機関で育てている学生をどう活躍させることができるのか、デザイン教育自体が変わらなければならないことは自明ですけれども、では一体どのように変わればよいのかということが大問題です。つまりデザイン教育の質保障が問われます。だからこそこの国際シンポジウムが企画されているんだと思います。さて、ビジネスは市場が求める需要に敏感に移行して、アカデミックな専門分野の括りを超越し、柔軟かつ創造的なチャレンジを続けます。ビジネスで連想する営業ということは業を営むわけですから、そのために必要であれば専門分野の先入観、バイアスのようなものを超越しようとしますし、専門性の壁を乗り越えようとします。高度情報通信社会となった今、その乗り越えは以前とは比較にならないほどの容易さを獲得しています。むしろ既存のディスプリンに執着して改革の努力はするものの、なかなか乗り越えられない状況にあるのは、長い間続く従来のアカデミックな先入観に支配されたデザイン分野の問題なのかもしれません。現在の高度情報社会では、誰でもいつでも必要な情報にアクセスでき、またつながり、コネクティビティを得ることが可能になってきています。加速度的に進む情報技術革新によってビッグデータの活用が可能になる、まあ、よく聞く AI 人工知能とかIoT、インターネットのシングスが時代を開くと言われています。まさにインタージブリアが出現して、それが日々、まあ、高度化している、今はみそですけれども、私はそう思っています。
文明の進化と社会状況の変化を踏まえた知見や歴史的な知識はデザイン教育には欠かせない基礎であることは言うまでもありません。しかしとりわけ日本においては世界でも類を見ない少子高齢社会である予測が立っている今、これまでのいわば過去の経験、社会の成長や発展を知見としてその教育の根幹に据える、いわゆる成長志向型発想だけでは時代の要請に応えてはいけません。そこで私たちデザイン教育者がデザイン教育の質保障というテーマを掲げて自らの意識改革を要請する理由があるというふうに私は思います。私は主催者から求められたキーワードです。バックキャスティング、スペキュラティブデザイン、イノベーション、クリエイティブリーダーシップを挙げました。ここまで長々とお話をしてきました。デザイン教育とそれを取り巻くデザイン動向というのは、これら4つのキーワードを挙げた、背景となる私の現状の問題意識です。誤解を恐れずに率直に言えば、私たちデザイン教育者自身が学生よりも長く生き活動してきた自分の経験値だけに執着する強情的な教育態度をやめた方がいいということを申し上げたいのです。もちろん先生方は自己否定する必要は全くありません。しかし、すでにこの先ますます進む少子高齢化という日本の基本構造の変化は、これまでの私たち世代の経験値だけではいかんともしがたい初めての経験であります。それが20年先には現実になるということが分かっています。別の言い方で言うと危機管理というべき状況でしょうか。この対応としてはこれまでの過去を踏まえ未来を予測するフォーキャスティングの発想だけではダメなんです。もはや日本はグラフにすれば私たちがね、若い時から経験してきた長く平和で向上心だけで生き抜けた右肩上がりの社会はもう終わってしまった。私たちはそんな右肩上がりの明るい展望だけで未来を考えることはもうできないんです。未来を起点に今と未来をどうしておくべきかというバックキャスティングの発想法を併用してデザイン人材を育てなければならないと私は思います。ビッグデータを活躍してこの先起こる未経験の人口減少や社会活力の衰退という現実にいかに立ち向かうかということが模索されなければなりません。私は決して反論者ではありません。デザイン教育に関わる私たちは今こそ先入観の支配に別れをつけて時代を担う学生たちと同じ地平に立って思考と知見を共有して共に未経験の時代に立ち向かう共同作業を学びとするチャレンジが必要だと考えています。私たちが今育てているのはすぐにやってくる実に困難な社会をデザインで支える人材なんです。私たちデザイン教育者はその経験的な知見に固執して彼らの問題意識の発露を邪魔してはいけないんです。デザインは問題解決という役割として一般に理解されていることが多いと思います。しかしこれからの社会においては解決すべき問題が何なのかを問う役割の方が重要になってくると思います。事実問題を解決するには社会性の観点からも製造業やサービス業といった現実社会のさまざまな領域と共同しなければなりません。デザインはその原点に位置する知恵の形を暗示するクリエイティブな役割であります。当然のことですが一つの独創的なアイデアは多くのエンジニアによって実現可能な具体性を有する形となりさらにたくさんの人々によって作られて配られて実施されて社会的に実現されます。もちろんこの一連のプロセス自体がどんどん変わろうと過ごしています。そこに新しい職業も生まれてきます。未来を起点に、今を考えるバックキャスティング発想の例として次のキーワードはスペキュラティブデザインです。ロイヤルカレッジバート時代から長年の友人であり、現在はニューヨークでパーソンズで教えていますが、拠点を移したトニー・ダンとフィオナ・リーリーが発案してそして教育的にも社会的にも果敢に実践したこの取り組みはとのいい例だと思います。日本語訳が難しいのですが、問題を解決する以前に問題を発見してデザイン手法を駆使してその問題のありようを提示し衝撃を持って訴えるような取り組みです。さまざまウェブサイトに出ているのでご覧いただきたいと思います。それによって人々に未来の問題の存在を意識させるという試みです。
私は彼らのスペシュアルな取り組みが新しいデザインの役割を説明する光栄だと思います。サイエンスフィクションなどのミラー思考の発想と似ているように感じられる方もいらっしゃるようですけれども、時間を今に引き戻して、例えばプロトタイプ、最近私のやっているプロジェクトでも使っていますが、プロボタイプ、プロボケーショナルタイプという形式で、具体として姿を見せて、理解や問題意識を導くデザイン手法を活用しているというところが、とても重要なアプローチだと思っています。未来に危険を置いて、今なすべきことに人々の思いを至らせるアプローチです。こうしたアプローチに触れると、時代の読み方が変わります。自分たちの意識改革が必要になってきていることに気づかされます。未来が本当に提示されたような事態になるかどうかわからないにしても、未来予測を起点にして、現在を逆に読み解くアプローチは、これからのデザイン教育で育む人材育成には、とても重要なことだと考えます。何を問題とするかという問いが、これからのデザイン教育には欠かせませんが、そのための有効な方法論の一つだろうと思います。求められるデザイン教育者と、そのデザイン教育プログラムの改革は、イノベーションというキーワードにも関係しています。私たちは経済白書で使われたイノベーションが技術革新と訳されたことで、それが発端となって先入観が形成されて、長い間技術革新の意味として理解をしてきました。しかし今は盛んに使われるイノベーションという言葉が誤訳だったとも言われています。むしろもっと広範で根本的な意味を指しています。成熟社会の行き詰まりやさまざまな飽和状態を新しい発想法とやり方で打開刷新していく必要が私たちの社会に押し寄せている現実があります。そこで必要となる新しい方法は先入観から出して現状を新しい技術と方法で革新するという意味でイノベーションは重要なキーワードだろうと思います。単に技術開発分野のみならず、産業経済分野、行政サービス、公共分野、人口減少の中での地域の問題、あらゆる分野の抜本的な改革、すなわちイノベーションが求められているのです。しかし、イノベーションの専門家に言わせれば、イノベーションの成功率、あるいはイノベーションの目的達成率は非常に低いと言います。イノベーションはそれまでのあり方と価値観を一変させるチャレンジです。類似の事例で使われた方法論がそのまま役に立つとは限らないし、人々の先入観を超越する非常にクリエイティブなチャレンジであることは言うまでもありません。また成功事例から導き出されたイノベーション手法が必ず次なる事案に適用可能かどうかもわかりません。イノベーションは技術可能な方法論だけでは通用しないと言います。しかし、これまでの状態では、立ち行かなくなった現代社会においては、イノベーションを必要としているのです。最近、イノベーションに関してもう一つのブームがあります。イノベーションを行うためには、デザイン思考が有用だという理解です。そして、デザイン思考を身につけるために盛んに行われているのが、ワークショップです。教育現場でも話題になっている、アクティブラーニングという学びの方法は、多くの場合、ワークショップ形式で行われています。思考目的を持った発想と、手法の自在性とアイデアの可視化はデザインの特性でもありますが、そのためには造形言語リテラシーを解読することが重要だと私は考えています。それぞれの専門分野はその世界で通用する専門用語を持っていますが、特殊な記号や記述法で記述する場合でもいわゆる言葉による自然言語リテラシーが基礎になっています。私はここで言う造形言語リテラシーというのは技術やデザインの教育で育んできたもう一つのリテラシーのことを指します。自然言語の体系とは一層も異なるものです。描写したイメージや素敵な表現、形の光、テクスチャーなど近くで、見る近くで感受する造形要素に構成されたものから知性と感性によってその知を理解する自然言語の体系を超越したリテラシーです。現実を打開し刷新するイノベーションの取り組みのためには既存の発想法や思考体系を超える必要がありますから、私たちの頭脳のオペレーションシステム OS です。この OS も新しくする必要があるでしょう。私たちの頭脳の OS にもデザイン思考を体得するには造形言語リテラシーというもう一つの OS が必要だろうと思います。ここであと1分でなってますから了承を得てあと5分くらい話します。また IT 業界で
エンジニア、デザイナー、プログラマーなどが一緒になってソフトウェアを開発するチームワーキングから生まれた、まあ、ハックンというのとマラソンの構成語ですけど、ハッカソンという言葉が、まあ、最近よく使われます。これらはワークショップのスタイルを取りますけれども、それぞれに分野の異なる参加者のインタラクティブな相互作用を発案に生かす方法として IT 業界に限らず最近ではさまざまなプロジェクトで使われるようになってきました。イノベーションは既存の形式化された発想力だけでは実現できない困難な作業ですから、異分野のインタラクションを有効に活用する方法の開発が必要になります。今盛んに取り入れられるワークショップの方法やハッカソンなどのインタラクティブに素敵な刺激を与え合う新たな気づきや着想を得る方法は、実は全人格的で信頼性に依拠した学びだと思います。つまり参加者が体験する多様な個性、パーソナリティや異なる文化体験、専門経験による知性のインタラクションが自らの先入観を超越するためにも重要な要素になってきています。講義を聞き、書物を読むだけでは体得できそうにないデザイン思考、さまざまな目的から学ぼうとする人たちがそうしたワークショップに参加して、アクティブラーニングによって体験的にその意味を理解しようとする意味がそこにあるんだろうと思っています。とはいえ、造形系のリテラシーを身につけるのは容易ではありません。デザイン思考という思考の方法があるという思考方法のスタイルを知ることには有効ですけれども、じゃあデザインができるか、デザイン思考を実践できるかといえば、おそらくそう簡単ではないでしょう。デザインは実際に技術デザインの教育は工夫を凝らし時間をかけて育んで学生たちに解読させてきた造形言語リテラシー、つまり異なる OS を使った造形言語リテラシー OS を使った発想法と手法だからです。イノベーションにはそういう新しい視点と方法論、思考体系が必要だろうと思います。バックキャスティング発想法もまたこれまで一般化してこなかった発想法です。未来を現実を未来に向けて刷新するためにイノベーションには欠かせないものだろうと思います。このように考えていくと、イノベーションという時代のキーワードは実は私たちの意識改革を指す言葉ではないかと思います。その意味でデザイン教育自体がイノベーションの対象なのではないかと思います。新しいデザイン教育の人保障はデザイン教育のイノベーションを求めていくと思います。とすれば、技術デザインの教育が担ってきた造形言語リテラシーの教育方法自体もそれまでに形成されてきた先入観を超えて刷新、つまりイノベートされる必要があるんじゃないかと思うわけです。私たちが続けてきたデザイン教育プログラムの主眼は何だったんでしょうか。造形所有能力を発揮するデザイナー、クリエイターの育成だったのか、それともデザイン教育者の育成だったのか、造形言語リテラシーというもう一つの思考術を身につけた特殊な能力者だったのか、バックキャスティング発想で時代を読み解けば、高度な工業技術革新の進化の一方で世界でも類のない少子高齢社会に突入する日本、さらには地球環境の変化でエネルギー問題の対応、それらに関連して産業社会と地域社会の構造的変化が複雑に絡み合った、まるで複雑性のも緩い時代の中軸を担う若い年齢層を今私たちは育てているんです。明らかなのは、そうした困難な状況を打開し革新するイノベーションに果敢にチャレンジする硬い意志と柔らかい頭脳を有し、リーダーシップを発揮できる人材を育成することだと言えるかもしれません。イノベーションはその成功事例から導き出された方法論として教えることは可能かもしれません。教育現場で実社会のイノベーションの方法論をシミュレーションとして体験させても、それは成功の追体験でしかありません。もちろんそれも教育的なことではあるでしょう。しかし、人々の先入観を打破し、新しい価値観の在り方を提示し、改革を実現することがイノベーションですから、実社会において総理通りに成功することはまれです。故にイノベーションに挑むには、専門分野の先入観から脱する勇気や執念、思考の縦横無尽さと柔軟性、創造性、そしてリーダーシップが必要であります。極限すれば創造的な人間力と言っているかもしれません。これまでのアカデミックな学問体系や教育論では排除されてきた部分の重要性が、今イノベーションという時代の要請において浮上してきているように思えてなりません。私たちはアカデミックなその先入観を打破することから始めなければならない。
もはやデザイン教育は従来の造形表現の技量を体得されるその主要な目的が維持したにせよ、造形言語リテラシー教育のプロセスで生まれる、育まれる創造的思考力、デザイン思考と具体実現力、さらには鍛えられたコミュニケーション力によって容易には成し得ないといわれるイノベーションプロジェクトを推進・主導する創造的で人間的なクリエイティブリーダーシップ教育へと、その効用を意識し直すべきではないかと私は思います。造形表現の技術・技法の教育は文明と文化を豊かなものにするためにより優れた造形性をさらに追求すべきであると思います。しかしその教育をその教育プロセスが育む固い意志と柔らかい頭脳を有する人間力こそが未来を起点に今をデザインするために欠かせないものだろうと思います。新しいデザイン教育の達成目標にはクリエイティブリーダーシップの育成ということが加えられ、従来の教育方法論も刷新されていかなければならないと思います。今デザイン教育プログラムはその生かし方を変えていく時代に突入し、新次元への移行期にあると私は思います。まあ、このシンポジウムではさまざまな国際的な先進事例を学ばせていただくことに大いに期待をいたしまして、ちょっと長くなりました。私の講演を終えたいと思います。ご清聴ありがとうございます。Thank you very much.